この屈折点がいるんよ。ここは下すぎんねん。あ、ここでしてもしょうがない。しょうがないことはないけど、この靴はだからこれがロック、これがロックフックなんで、これが固定ができるやつやから、だからここまでで長いか下げて、この状態でキューってほら、長い紐のほらギューって引っ張れるやろ、引っ張れるやろ、それをそっから頑張れよ。あのどっちか、どこが話、どっちか話、そう、そのまま、で、そのままで、これを下から、ここはロックフックやから下から上やったら、これで、もう、いいんや、力で、ほら。だからロックフックなの。はい。で、ここを止めたいから、確かにここで一回クロスして、で、このあれは普通のフックなので、下から上やっても別に構わへんねんけど、ほどけやすいし、紐が押さえにくいので、こうしてあげると抵抗ができるから、で最後ここね、あの端直して、でちょっとほら前やってもらうと、ここでほら、こんだけ閉まるのね。で蝶々結びがだから紐が長い、ここ今度デメリット、これをどうするかって言ったら、末端これただここ抜くときはちょっとほどかなあかんか、ちょっとめんどくさいんやけど、靴洗うときとかちょっとややこしいかな思うけど、ここをこうやって巻いておいてあげて、でヒューっていっぱい引っ張ったとこれほどけんでしょ、でこのままこの輪っかをダブルで蝶々結びしてもったら、ほら邪魔になるというのが一応で、ただここをここまで固定してしまうということは、このブレに対してはすごくメリットがあるけど、こういう動きをしたら痛くなるから、今から説明する歩き方をしてもらうとこの靴は生きてこないんです、もうこれは明らかに専用アタッチがつく靴やから、シャンクはむちゃくちゃ硬いんですよ。だからこのシャンクのめちゃめちゃ硬い靴をどうあの使うかっていうのは、歩き方を変えない限りはこれは厳しいんです、本当は。だから靴ずれ起こったりとか、ここが痛いとかっていう、それをない歩き方、今から説明します。はい、はい、靴に任せて歩くっていうのは何って言ったら、靴ってほらここから乗ったらほら濡れます。違うやろ、違うのは分かんないけど、何が違うかが分からへんねん。なんか重心をくるぶしから前に乗せるだけ。違う、どっちのくるぶしから、こっちから、こっちのこの左足のこのくるぶしからつま先の移動、足は前出さない、まだ上がってこない。みゆきは行くよ。だからね、ここから、はい、上げました。伸びてるでしょ。ほら。なんか、よってのことも分からへんねんけど、ポニーが動いたら、同じ動きにはなってないのは分かんない。全然、でも、どうしてそうなんだか分からへん。で、下りも一緒で行くよ。残しといて、下ろすの。残しといて、下ろすの。残しといて、下ろすの。残しといてね。ああ、そのことある。そうそうそう。下ろす方が分かりやすい。下ろす方が分かりやすいね。その通り。膝待って。ほら。残した足はこう上がってこんと上がる。これがこう降りたらあかんのよ。こっち。残った足はおったけど、ここでさ、せっかくさ、ここで残したのに、なんでこれで突っ込むかな、わかります、これはフラットで置きたいから残したい。残しといて、ああ、これが前出すぎてんの、歩幅が疲労を取りすぎてあるってこと。はい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 、ほら、はい、今これだった、ほら、おてん、軽かったやろ、軽かった、うん、
だから足を出すんじゃない、膝を出すねん、上りの時は、うん、ほら、こう、こう、膝出し、今回のこっちがね、今回の背の、ほら、はい、ほら、足置く、ほら、はい、いい時や、はい、はい、ほら、はい、ほら、はい、おいで、オッケー。はい、よしよしよし、全然分からへん、分からへんやろ、うん、じゃあ、あのつま先に立ちみたいにシュッと体重を体重によってこういく、うん、体の向きを降りる方、下ろす方、右しかできない、はい、こっち下ろす、足がいきますよ、こう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 で、はい、ほら、はい、はい、はい、ほら、軽いやろ。それは、でも、あの、覆ってるけど、そこまで無駄したらあかん。で、降りるときは覆ってるけど、ここはまっすぐ行ったらいいや。ここだけでこうや。ここだけでこうや。横に抜いた後に戻られへん。なんだね、普通にまっすぐ歩いてきて、下ろすときだけやんけ、体。下ろすときにこう。はあ、ほら。こう戻す。はい。はい、ほら、ほら、ほら、はい、ほら、あ、なんか、1、2、3歩って決まってんねん、同じ動きはできんねん、これここは広いさ、こっから多分3歩だから4歩目で上がるんかな、多分同じ、だからハードルを超えてるんと一緒なんや、同じリズムで、そう、ハードルってあれ決まってないか、あれ、間の歩数って、はい、それを今ここで練習しようね、そしたら体がその動きを覚えるから、先のつま先がこう乗ると膝が動いてるとかで歩数が上がるとスピードを上げていかへんかったら意味はないね、で、それを今度山行って応用するね、うん、ここはだってもう明らかにフラットで、うん、明らかにフラットで、もうベッドは先ほどちゃんとほら下向かへんやんか、もう分からへんとこなしてるからね、言ったら分かる、こなして歩いたらしんどい決まってんねやんか、ああ、はいはい、左、はい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 、はい、右、はい、おっと、ほら、いけるよ、おっと、はい、そう、ほらほらほら、あ、でもドンっていかない、そこのためが惜しい、多い、くるめ、あ、かかとじゃないで、できたらフラットな、できたらでいい、これが急に重かったんだよね、ほら、なっ軽いやろ、軽い、ただ重さがない、ないやろ、わ、はい、かりました、頑張ろう、高いやったやろ、高いやりました、もうここからおいでって言ったのは硬い靴ってみんな、いや、硬い靴履くべきなんや、本当は、だけど、硬い靴履いたら歩けてへんねん、硬い靴を利用して歩けてないからもったいないよっていう話じゃない、うん、で、さっき言ったようにペースを上げることで体がもっと馴染んでくる、なゆっくりしたらできるやんか、わかる、これ早くやっとって山空いたらもっとゆっくりになるやんか、ほんな体の動きがわかるやんか、だから今日初めてやからそれは無理ない、悪いけど、だから今それだけできた状態で、そっからだんだんペースを上げていって、パッ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 、だってここ何回も言うけど下見る必要ないやん、うん、だってここだけは見るの、うん、でも先でこれ歩幅だって決まってるから、絶対にほらもう決まってくるやん、だって、うん、決まってくるね、だから意識だってこれ上げるとか分かるやんか、ところがな、それじゃテンションなんぼでも上げれる、そこ山行ったらちょっと見やあかんから考えなあかん、うん、そうね、そうね、それをだけど、いや、それから早く言ってね、だからもう今できるやつは早く言ってね、もっとだから必ず同じこの歩数を歩数か、1、2、3、4歩目っていうことをここで歩くから、1、2、3、4歩目、1、2、3、4歩目、1、2、3、4歩目、このままで体だけをこう、体をこっち向ける、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 こっち向けるっていう、はい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 
でも本当踊ってんと一緒なんよ。だから中村だってダンスって基本的に言ったら軸を作るって全く一緒なんですだから自分の軸はどこにあるかっていう意識を持つとまたそれがよじれてるから触れるからしんどい。だから荷物を背負えばもっとだからこの触れが激しくなるやん。だからこの軸をいかにうまいこと作ってやるかってすごく大切なことなんや。だから荷物が軽かったら別にいいんや。でも重くなればなるだけ持っていかれ方が違うでしょう。だから例えばさこれ触れ出してこれなもう手にちょっと握って、はい、これな、ほら、これ触れるやろ、な痛いかもしれない。これ握ってほら、どっちが重たい、全然違うやろ、わかる。荷物が重たなったいうことやで、これ、だから重心位置が下にあれば安定するんですよ。ところが重心位置が下になった時に荷物を運ぶ作業になった時には重たいんです、本当は。ここをすごい相反することみたいなんやけど、要はできるだけザックをさ、できるだけ荷物を上上げなさいよっていうやんか、とか牧歌さんってこんな高い運んでるやんか、あの人だって70キロ80キロ担ぐやん。で、あんな高したら僕ら担ぐ歩けないんや。だからこのちょっとしたバランスが一気に持ってかれるから、あれ特殊技術なんや本当に。だから高くっていうのも限界があって、下すぎたら当然も重たいんやけど、ここからどんだけ上げるか、上げすぎたら今度振られ方を修正するのがめっちゃ難しいんや。軽くはなるんやで、上げたら上げるだけ。でもその修正能力っていうのはやっぱり能力なんや。だから今こうやって軸を作りなさい言うて、これ普通にできたら必ずそれがいいところで動いてくれるんや、こうぶれなくって。だからこなして歩いてあかんよ、そういうことだ。だからかなりよいから、その先踊ってるダンスしてるみたいやっていうのはそういうことで合ってんだから。だってダンスって必ずだから軸はできてへんかったら、タコダンスの前回きれいに回りはるやんか、あれフラフラしてへんやろ。でそれ絶対ブレへんもん、一緒なんや本当に。はい、お尻が出すぎ、もっと立ちすらとしてこうなってるから、キュッここの筋肉を使って立つ。あるある、はい、トイはい、トイトイはい、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 バスのトイトイトントントン、はい、背中頑張れ、はい、はい、いや、ほとほと、なんか、できてる、できてる、ほとほら、はい、はい、早よせえ いや、確認はええから、もう無事早よせな。どうぞ、行くぞ、山橋、現場行くぞ。はい、はい、はい、もう一回、ここしんどい、飽きるやろ、だから。もう終わったんかと思った。これで終わってもだ。はい、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 ほら、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 ほら。でもなんか、後ろに、こう、膝が、こうの、膝をこう出して降りるときに、ここが効いとった方がいいってこと。そう、そういうことです。だから、その残ってる足のお尻のこの筋肉と大腿筋でふっと押すの。なくったって使うねん。だって今言ってるさ、この状態こうキープするのはしんどいやん。しんどい。だけど乗っかってるのは瞬間やん。瞬間使うとき、肥大させるんだよ、動かすっていうこと、筋肉をどう動かしてあげるか。だからここで残った時にシュッと、この瞬間にここのお尻の筋肉とこれがパッと効いたらええねん。それをいちいちこうやってじーっとこうやってたらしんどいよ。それは誰でもしんどいさ、無駄な力。シュッとこの瞬間、ほら効けって言って、ほんまにコンマ秒の勝負なんや。コンマ秒でスッと持っていくねん、体を。じゃあ行こうか、はい、さっきやったことしてない、それ全然違う。だから足が、だって足を揃えても絶対あかんぞ。足を必ず外へ外へ持っていかないと。外へ。ならへんってならへんように練習すんねやんけ。階段に戻ってあそこだけが私の、なんで？あそこはちょっと行けた。
できるんだって。はい、ほら、そこでさ、これもう一つな、次な。さっきはフラットやったから、靴底が全部でいけたやんか、はい、ところが、下が緩いやん、うん、シャドウになってるやん、うん、そして、あ、大丈夫か、うん、ここで言ったら、うん、外エッジ、外エッジ踏ん張る、ここ、ここに近いね、ここ、ここ、ここで立つね。だから今硬い靴、そうそうそう、こっち側上げたら、うん、ほら立てるやろ、うん、な、いけた。これをこっちこっち乗せてもたら、ほら体こっち倒るでしょ、うん、だから立とうもそうそっち行ったら立てるでしょ、うん、エッジ使うねん。だからこの靴のどこで立ってるかっていう意識を持つねん、うん、だから今度こっち側やったら当然外エッジやし、反対向いてもたら、あ、違う、こっちやったら内エッジでしょ。ああ、内エッジ、内エッジ、こっち側、こっち側ね、こっちこうシャドウになって、このこっち側の足は内エッジでしょ、うんうんうん、だから、はい、で今度もっと言うと、この先の今この辺ぐらいの、うん、スメアリングっていうか、このかかってる、うん、でこれもそうでしょ、うん、先のこの辺でしょ、うん、全部使えるんだから、それを全部面で、これを全部面で受けようとすると無理なんや、下が柔らかいから、はいはい、岩登るも一緒、いかに、うん、乗っかってるとこにをちゃんと意識してたらそこに乗れるねん。面を面で行こうとするからあかんの。だからどうしてもほら、あのいいとこいいとこで狙って行こうとすると絶対に無理なんやんか。だから全部フラットで置くとこは無理やから、こういうきわきわいとこちょっとこう立つことを覚えると楽に歩けるの、うんうんうん、はい、ほんならじゃあ何でここ置いたかって言ったら、うん、それそれ立てすぎた、あ、じゃあそれはほら、うん、ほら、かかとやろ、はあはあはあ、分かった、うんうん、なんでこれをこうしてしまったら、これ膝が出てこうならなあかんや、うんうん、じゃなくて、かかとだけで、ほらかかとでいける、ね、ここ、このこの角っぺり、うんうん、止まったやろ、うん、で、止まってなんでこれ足を置いたかって言ったら、もっとこれ足上げてみるね、うん、だから、これをね、できるだけね、この足をここに置きたいんや、うん、ということは、これをここに置きたいんやけど、なんでここに置いたかって、この足がここからこの距離をいかに短く取るか、うん、っていうことは、この足をあと半歩前に乗せたい。そしたらほら、これ今効いたでしょ、わかる、うん、もう一回戻して、はい、ほら、もう一回、あー、違う、これじゃもっと効かさないか、よ、はい、押して、あー、頑張ってない、ここも持ってたよかった、あー、もうちょっと、もう下がって、下がって、穴、ここからな、ほんならな、うん、これをな、ここへ置いてみな。遠いやろ、遠いやろ、遠い、上がって。いや、ほんなら、うん、これを一回置いて、もっともっとかかとだけで立つね。かかとだけで立つ、うん、はい。で、ちょっと前やって、ちょっと前やって、はい、うん、はい、いけたやろ。ほんそのまま、うん、ここからここへ飛んでみな。え、どの足を？この足を。どの足をここに？うん、ほら、近なったやろ。近くはなったやろ。わかる。わかる。あの、ここから、ここから、もう一回上がって。な、たったこれ、何センチ？ 5 センチ。前寄っただけで、うん、この距離が短くなったから、できるでしょ。うん、だから、はい、そう。うまい、その通り、そのまますーっと僕持ってあげる。はい。あ、いいや。もっともっと、残り足。あ、そう。じゃ、こう、こっち向いて下がんねん。こっち向いて下がんの？うん。後ろへ下がんねんもん。いや、それをだから練習しないで。それはいちいちこの体をこっちに持っていってからだったらしんどいんや、本当は。で、それでストックがあると、うん、ストックがあるといける。そう、いけるね、うん、ここについといて、うん、ほんならそのまま、うん、体はこのままね、このままね、あっち、ストックこっち、あ、違う違う違う、ここから後ろへキュッと押してみ、キュッて押し、体こっちのまま、あ、ほら、違うよ、体の方向は違うねん、難しい、こっからこっち行くだけやもん、でかい、やっぱ若いね、いってん、ほら、はい、もうそのまま戻ってみましょう、せーの、ほら、あ、もう一回、ほら、せーの、ほら、あ、わかった、スルってもあかんねん、降りて、めっちゃスルった、ほら、押して、ほら、降りて、ほんなら、さっきやってみて、こっち向いて、こっち向きながら押してみな、こっち向いて押してみな、しんどいんや、おさ、そうなんや、もっと後ろ、もっと後ろ、ほら、
ほら上がってここへ降りてん、そのままほら曲がってるやろ、後ろやる下がってほら力は違うやん、上がってん降りてん、真下へ真下へ真下へ降りてん、ほらあそのまま上がってん、ほら後ろ下がってん、ほら上がってん、どっちが楽、上がってこない、上がんない、ここはあかんねん、ほらなんでなんで待てこれを練習すんやおい、できへんよ、お手やん、できへん、ほらほら、できへん、あ、いや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 、それでパスンといったら落ちるね、はい、行って行って、あはい、それしんどい、それは、なんでそれだったらあかんかって言ったらあの、さっきの応用変やと思ったら、はい、これほら、明らかにさっきよりシャドウがきつくて、うんうん、明らか滑るんや、はい、っていうことは、これは正面切らない方が楽ない、極端にじゃこれあかんと思ってしゃがんだらいいんや、うん、極端に言えば、うん、だけどこれとこれとこれがあるんやから、うん、これをちょっと持てば前傾取れるやん、うん、はあはあ、ほら、ここも、さあ、まだ、足おる、そう、さっきそれ、その手はここ、ほら。ほら。じゃあ、だって、体が前行きたいんやから。はあ、ほら、ほら。ほら、ほら。ほら、これにも完全に乗っかってしまう。ほら。なあ、北条さん。北条さん、そこで何回言われたかな。もう何回って何十回やな、回だから無理やねんで、ストックであるの、練習するの、はい、やめて、落ちるぞほら、後傾なった、ほら、後傾になるよ、後傾になるよ、突っ込んでこなあかんねんて、後傾ならなあ、そこ何回もやってる、後傾になったら滑ってるやん、そのために気を持つんや、前傾したいから、ストックでも限界があるからね、その限界をちゃんと見つけないと、うん、あ、それ苦労したらあかん、だってそこを下がってだってバレたか、そこ乗っけたらじゃ、今思ってそれ乗っけたら左足乗っけちゃうやんか、それをなんで左、そらそれ左決まってるやん、はい、ほんなら次の足をどこへ持っていくか考えて、違う違う、ここ来たらほらなあるやろ、だってこれ明らかに木、そこそこしっかりした木の根元は落ちることはないねん、これが細い木やったら分からへんで、だからそれは探らなあかんで、だからこれも 100% じゃないよ、だけどこの地面見た時にここあ結構根はしっかり張ってるということを判断できるのは、これはちゃんとここ立って、はい、立って立てるから、はい、そこほら、はい、であかんと思ったら下がれるやん、うん、ほんぺん、ほらほら、それができるかできない、こっち向けておかな、体そっち向けたら、そうこっち向いてから体の向きだけ変えておかない、はい、そこからさ立ったー、ほらだからこのここには目線だけ送っとくね、はい、ほんならこの足がしっかり立ってたら、これがほら今中途半端に、まあこれまあまあいいやな、あの、うん、奥位置がちょっとでも変えれるやろ、うん、うん、ほんならこれが足が置けてここという動きができるっていうことです、はい、もう一回前出そう、はい、はい、大丈夫、そんなすんでも大丈夫、乗って大丈夫、乗せる感覚覚えたら大丈夫、はい、ドンドンドン、もう一本、あ、反対、左足を先に出さないと、もっと前、気がなんか頼ってもたらね、そう、後ろ、そのまま後ろ、はい、そう、オッケー、いいよ、音、はい、そこ今、
そこは踏めるよ。もっとちゃんとロケットそっと位置かけて、そのまま後ろ下がって、でここでちゃんとここ乗らんでね、それはそこ面で外へ行って後ろや。ほら、なぜこんな振り回すん。これ前行く必要あらへんや。なんでここでわざわざ前、ここのここだけ立てようとすんのよ。意味がわかんない。ほら、なんの難しい。行け、もうちょっと大丈夫や。はい、ほんならその気が持てるから、はい、あ、そう、ポン、その通りは上手。今体うまいこと動いた。反対。あれ、どっちだったっけ。足が反対。足反対。これがここで、こっちの足。ちょっと待ってよ。一回寄せといて、寄せといて、で足をバンと上げよう。そう、横、また横、はい、そこやった。で、そこからもう一歩左足をパンと上げてまおう。そのままプッと押して、ほら上がった、その通り、はい、体が起きるでしょ、はい、で頑張れ。できるかな。だった、今どうぞ。あれも使えるやろ、はい、これ使えるやろ、あれを落としてしまったら、こんな形でちょっと上げてきゃ上がるでしょ。でもずっとこなしだけじゃないから、瞬間だけやから、で、はい、そう、こっちは信用していいの。いや、分からへん、それは、それは俺の足じゃないから分からへん。いけた、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 はい、夏横、そっち、そこでいい、そこでいいから、今度その次の足をまた横、よ、もし、上の横、上の横、ちょっと上の横、ここ、ここ、いや、置くとこ探してや、だから、それは分からへん、自分で。今から、ちょっと待ってよ。なんか見たまんまの意外と置きやすいとこがあったわ。こっちで動かしてもいいですか？そういったらそこやで、だからその真横へ足を運んで立つんやで。はい、ほら立って。今の体一瞬浮いたやろ。それが大切なんや。この体を浮かすとか下げて、この下だからこれもこう置いて、こう置くんや、こう乗るんだよ、こう置くんや、こう置くんや、ああ、ほら、わかる。いや、それやって言って、靴大事にせんと。いや、靴大事によりも、あの人間の体を大事にや。はい、倒したあかん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 、あの、いや、倒してもええんやけど、倒すってことは体が倒れるんよ、うんうん、だから体長く立ちたいんや、できるだけ、うんうん、そのためには足のこのここで踏ん張るとか、内側で踏ん張るとかっていうことを覚えたら、ちょっとの移動なんや。だから、え、こっちはこうして、こっちはこのままこうしといて、そう、そこで行って、そのまま残したまま、こっち倒れたやろ、うん、まあ、あの、倒してもええんやで、あの、倒してもらうと体がこっち行くから、うん、できるだけ、いや、それをなせえへんと、その靴は生きてこないんだ。それの練習痛いから滑る。足痛ない、大丈夫、うん、大丈夫。だからしっかりしたやろ、うんうん、全然違うやろ、うん、違う。この松の下、そう、乗せて、ちゃんと、おい、いい、つま先、あ、それを、じゃそれを乗るところを見つけんねん。あの、今さ、ヘリだけで行くやんか、うんうん、それちょっとだけ深くすんねん。あの、例えば、これでは立てんやん、うんうん、乗せていくねん。で、この、の、あ、あ、ちょっとやっぱりこう、そう、 あれやね、うん、こう角度を乗せながら次行く、うん、それをちゃんと立ってから足を、はい、スーッと置くね。あー、ほら、どすっていけ、どすっていけ。それが勝負なんや。上りから先やったら上りが分かりやすい。はい、くだりほら、こうやって、こうやって、こうやって置いていけ、ほら、ほら、立ったやろ、うん、立っとる、立ったやろ、うん、不思議やろ、地面に対して90度、まあ90度っていう。ダメ、下ばっか見ちゃうよ。はい、
あ、いいよいいよ、それも練習練習。おてる、体の動きおてる、おてる。はい、はい、はい、おてるおてる、はい、トーン、はい、いいよ、うん。上げすぎた、それサイドだったらよかった。お尻引いたかん、お尻引いたかん、そう、ひゅい。腹筋使って、そう、はい。そうそう、今日はスメーリングやったでしょ。そのまますっと前乗る、前乗る、前乗る。広いよ、ほら、広くなるよ、足が。今更やけど、スメアリングって何やろうと思って。あ、こするっていうこと。ごめん、ええ、ごめん、あの、聞いて、これか、こすってるがスメアリング。だから、これ、エジ立ててるっていうのが、これも一種のスメアリング。だから、もう、こすって止めるっていう感覚。滑り止めてないけど、滑って止める。そう、こすって、だからそういうとこでも同じ。あの、この、今のこれでも本当は、ちゃんと、ここで、こすった状態。こすった状態で足を置く。こすった状態で足を置く。さっきやったやんか、同じやねん、ほら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 。な、さっき階段のとこでやったやん。全く一緒なん、これ。それをほかここでもほら残るやん残るやん残るやん、うん、残るやんっていうことを覚えてほしいんや。そしたら重心がちゃんとあの乗ってれば滑る。ああ今惜しい惜しい。それ立てすぎ。多分立てすぎ。そこは調整なんや。難しい。難しいよ。だから、でもちょっと待って、うん、それができだしたらどこの岩行ったって一緒なんや。あら、行きますか。はい、ニアリーイコールなんよ。こすって止まる感覚を覚えればどこ行っても一緒なんよ。だからこんなところで練習してるんですよ。濡れたらもう、でもちょっとちょっとこの辺ね。うん、はい、ほい、相手の声でこい。はい、はい、膝前、膝が前、膝が前、膝が前、そう、そう、はい、左向く、右向く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 、もっと突っ込まなあかん。はい。あ、つま先前持ってったあかん。つま先横、つま先横、それつま先出しになってもと違う。下ろす足はフラットで下ろさないと。ちょっと待って、ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。一回立ってもらった方がいい。前傾突っ込んでこないと。いやー、わかんない、わかんない。あかん、それじゃね、それつま先歩き、それつま先歩き。つま先歩き。違うんだ。違うんだ。こっから、こう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 、突っ張った、突っ張った。下ろそう、突っ張ったやろ。ちゃうんや。ほら、見てみよう。これこうやって、さっきほら、これするなよ、言うたやんか。でも、ここでもこうやって、ちょっとちょっと方向変えはんねん。そしたら楽なの。直頭で落ちるよりは、ちょっとこの先ほど階段登るときに言ったんやんか。あなたそれやりよったんや。あれでもあそこは必要ないけど、ここは必要があるんや。あのなんていうかって、シャドウがあって滑るやんか。あそこは滑れへんやって、うん、だからここの場合やったらちょっと、そうもうすぐターン、すぐターン。あー、それターン切りすぎ。そんなあのすぐ、はい、ターン切って、はい、ほらほら、楽やろ。楽やね。そういうことやね。立ってだから、必ずすいません。こうで、これを例えば先、これをちょっとこう振ってあげるだけで、ほら、この広さ取るだけでも違うね。これが、これでも違うね。うん、な、そうそれ。ね、さっきはね、めちゃやつ。たぶん、こう、こういう、ほら、ちょっと後端を引きながらっていうのが楽な。それは慣れるっていうことや。だから、こうやって、ちょっとちょっと方向変えていくんや、ほら。ね。うさん、ようやってくれた。そうか、あ、はい、それは埋まった、はい、そう、だから別にほら、同じようにいかんでいいんや。だから行きすぎてまた戻ったらええんやんか。そうなんや。あの、それを必ずだから、こんだけ来たらこんだけ来て、こうだから思うやんか。それをいかに、だから自分のバランス考えて、あ、ここで切ったら次またすぐ、あ、おじさん、ええ、埋まった。それをだからどこでこう踏ん張ってるか、これが落ちたらあかんから、そのギリギリをちゃんと確認しないと。はい。ほな、どこでも歩けんのよ、本当に。選択肢がむちゃくちゃ増えるんや。あの、足の置くとこ絶対、ほら、ええとこって絶対ないやんか。うんうん、ほんならどうしてもあ、キワいなと思うとこでも足がポンと置けたら、うん、とっとっていうやつができる。ほな、安全パワー入れたのがいい。そ, れそのこと安心したらあかんと。その私と同じように頼んないの。なんとかがないよ、安全ベルトが。お、いい。
あ、いい音だ。今そうバランス取って、バランス取って、そのままスッとかかとを下ろそう。スッ、いや、後ろ、なんかやっぱり。ああ、後ろ後ろ。体こっち向いとかない。ただ、そうそうね。そのままほら、後ろ下がらないゆっくり。ほら。な、それをこっち向くからあかんねん。うん、ほら。な、こっち向くからあかんねん。うんうん、これを、それを、この外エッジで踏ん張ってるんやから、それを、ほら。な、できて。だから意味をな、だからもう体に染み付けしかないんや。だから同じことしか繰り返せへんし、あ、いい、ほらほら、ほらどっちへ体を持っていけるかっていうことは常に考え、ほら今のでもちゃんと、もうあと本間部屋に乗ったら乗り乗ったんだ、ね、本当はあかんと思って戻りたいか。さっきのシャドウ、こうやってここでちょっと踏ん張ってあげるだけのことない。ちゃんちゃんって行くんですよ、仕事。部活のせいです。だってこう出てるもん。うん、なんかつま先、逆につま先で歩かれてる。もっと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 、これもっと上げてみ。あの実際歩くときは使えへんで、あの慣れてる。はい、上げて。どうぞ。つま先ほら、つま先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 。ほらここや。上げて。ここ、そう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 。反対。反対。反対。これ。もっと。もっと。もっと。こう、ちゃちゃ。これを上げんねん。こう上げたけん。こう。ああ、ここつことやろ。うん。これ。ほな、そのまま足を、倒さんと置いたら、そうや。で、靴に任せて歩き方いい。ほ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 ら。ほら。シャナリ、シャナリ、シャナリ、シャナリ歩けやろ。シャナリ、シャナリ、うん、で、残る足をちゃんと踏ん張らへんかったらどうするぞ、そういうつまん。はい。で、そればっかりってことだったら今度筋力の無駄遣い。いや、それは難しいやんか。それが簡単やったら。でもまあトレーニングはいいね。そう、トレーニングはいいやで。で、実際やったらそんなそこまでシビアにする必要はないんや。でも、形を作っとったら必ずそういうことになるから。